自慢じゃないけど、俺はくじ運が悪い。すこぶる悪い。駄菓子の当たりくじを引いたことがない。アイスバーの当たりくじも引いたことがない。クラスの席決めはいつも最前列、ど真ん中だ。気になる女の子の隣に座れた試しもない。雑誌の懸賞に当選したこともなければ、宝くじの高額当選なんて地球が滅びたって起こりえない。ちなみに連番で10枚買えば必ず1枚当たるというあれは例外だ。俺はあれを当たり口と呼びたくない。とにかく俺はこの世に存在するくじというくじにとことん縁がない。17年間生きてきて当たりくじというものを引いたことがないのだ。だから夕飯の食材の買い物をした時にもらった福引券にこれっぽっちの興味も湧かないのも至極当然だった。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。福引券をお持ちの方はこちらへ寄ってらっしゃいませ。見てらっしゃいませ。一等賞は空前絶後の超豪華商品ですわよ。当てれば末代まで語り継がれること間違いなし。皆様、ふるってご参加くださいませ。チャンスの女神には前髪しかないって聞いたことがある。そんな後頭部が剥げ上がったようなパンキッシュな女神はあいにくとこっちから願い下げだ。でもそのメイド服を着た女の子は運命の女神がいるとしたらきっとこれくらい超絶的に可愛いに違いない。そして健全な男子なら誰だって一度は夢に見るような女の子と俺はバッチリ目が合ってしまったのだ。思えばこれがまさしく本当の意味での運の月だった。持ってます？お金？嫌ですわ、カツアゲじゃないんですから。福引券に決まってるじゃないですか。ああ、でも…はーい、1名様ご案内ですわ。ちょっと…さあどうぞ、景気よく回しちゃってください。いや、だからさ、ちょっと待ってくれよ。確かに福引券は持ってるけど、これは妹にあげようと思ってるから。またまた、そんなことして兄の株をあげようだなんて、やることがみみっちいですわよ。ここは男らしく、ガツンと一等を当てちゃいましょうよ。いや、それ無理だから。チッチッチ、やりもせずに無理とか言っちゃうその根性、修正した方がいいですわよ。ご忠告感謝します。それではどうぞ、この抽選機を回してくださいませ。ぐるんぐるん回してくださいませ。人生はいつでも出たとこ勝負の大博打、勝つも負けるも才の目次第。さあこの運命の抽選機も手ぐすね引いてあなたを待っていますわ。あ
あのさ、やっぱ遠慮したいんだけど、本当に回さなきゃダメ？ダメです。どうしても？どうしてもですわ。こんな可愛い女の子にどうしてもなんてせがまれた日には、大抵の男子は押し負けるものと相場が決まっている。そして俺は間違いなくそんな大抵の男子のうちの一人だったわけであり、はだった嘘だろ。おめでとうございます、一等賞。スカを引き続けること、育成層、果たして当たり玉が入っているのかと中身を改められたことも数知れず、ついに出ました、出ちゃいました。運命の抽選機が今探し求めてきた選ばれし者を見つけ出したのです。信じられねえ。この世に生を受けて17年、よもや一等を引き当てる日が訪れるとは。あ、そういえば糸の景品って、あなたを神様にして差し上げますわ。え？はっ、せや！あれ、ここは？い、痛くね、血も出てね、ダンコブもね。あなたを神様にして差し上げますわ。まさかな、神様ってそんなアホな。そうだ、とりあえず帰らなきゃ、また妹のやつに叱られちまう。ご機嫌うるわしゅうございます。ようこそ天界へお越しくださいました、神様。新しい目覚めの朝ですわ。神様？心配しましたわ。説明書に書いてある通りにしましたのに、このままお目覚めにならなかったら、私、神殺しの大罪を背負う羽目になっていました。神？あのさ、俺が神様になったっていうのはマジなの？一辺の偽りもなく大マジですわ。あなたは由緒正しき運命の抽選機によって見事神様に選ばれたのです。くじ引きで神様選ぶって正気かよ。絶対嘘だこれ。あれ、おかしいですわね。もっと喜んでくださると思ってましたのに。いきなり神なんて言われて喜べるかよ。
つか、そもそもお前は何者なんだよ。これは申し遅れました。私の名は早乙女リリエルと申します。いわゆる世間一般で天使と呼ばれる存在ですわ。て、天使？見た目メイドなのに？でもって名字が早乙女？一体どこから突っ込めばいいんだこれ。天使にも名字ぐらいありましてよ。そうですか。じゃあ天使がメイド服着てるのも気にしちゃダメなわけですね。けどよ、天使なのに頭の上に輪っかも羽もないってどうなんだ？ありますわよ、ハイローもフェザーも。これで納得していただけましたか？神様？ああ。確かに天使みたいだな。ということは、俺が神様ってのも本当なのか？マジかよ、信じられねえ。私、早乙女リリエルはあなたに専属でお仕えする天使です。今後ともよろしくお願いします、神様。俺は、神楽坂蓮也様ですわよね。なんで知ってるんだ？天使ですから。なあ、質問していいかな？はい、どうぞ。私がお答えできることでしたら何なりと。仮に俺が本当に神様に選ばれたんだとしてだな、もし俺が神様辞めたいって言ったらどうなるんだ？私もあまり詳しくは聞かされていないのですが、説明書を読んだ限りではどうやら食べられるそうです。食べられる？どういうこと？お前が食べるのか？まさか、私はそんなこといたしませんわよ。じゃあ誰が？そう、説明書にはそこまで書かれていませんので、誰に食べられるかは不明ですわ。一つだけ確実なのは、俺が一等賞という名の壮絶なハズレくじを引いてしまったということだな。まあまあ、せっかく神様に選ばれたのですから、悲観するよりもポジティブにお考えになられてはいかがですか？微力ながら、私リリエルも精一杯サポートさせていただきますので。それでは神様、私の先輩たちをご紹介いたします。どうぞあちらへ。先輩って、他にも天使がいるのか？
この天界には私を含めて7人の天使がおります。私のように専属ではないものの、神様のお仕事をサポートさせていただくメンバーとなります。ではこちらへ。夢から覚めたと思ったら、まだ夢の中でした。そんなオチは、あさっての彼方へ飛んでいっちまったわけで、神様になっちまったっていう実感もこれっぽっちもわけはしない。そりゃそうだ、まだ何もしてないし。だけど、長くて綺麗な髪を揺らしながら俺を案内する女の子は確かに天使だった。メイドの格好をしてるし、サオトメなんて名字までついていて、クエスチョンマークは尽きないけれど。先輩方、運命の抽選機に選ばれし、神様をご案内いたしましたわ。お初にお目にかかります、神よ。移住院レキエルと申します。以後、お見知りおきを。イケメンだ。しかも、メガネでイケメンで執事だ。この世の不公平を呪いたくなる。私は竜崎クロウエル。よろしくな、神様。こいつはやけにフランクだな。でもそっちの方がありがたい。普通に話しやすそうだし。ごきげんよう、神様。私は白鳥ラナエル。二つ名はデッドエンドトリガーよ。デッドエンドトリガー？アニメか何かのネタか？つーか、こいつの目つきなんかヤバくね？綾野浩二シェリエルよ。仲良くしましょうね、坊や。うおー！おっぱいでけー！大怪獣、パイオ使いで天界に現る。まさにデカメロンだな。ありがたや、ありがたや。姫川ガルシオンと申します。お目にかかれて光栄です、神よ。いろいろと渋すぎる。この人は執事っていうよりもはや伯爵だろう。でも真面目そうだし頼りになりそうだな。どうも、はじめまして。今日から神様になったらしい神楽坂蓮也と言います。よろしく。はい、皆さん仲良くしてくださいね。って転校生のご挨拶じゃないんですから、もっと威厳をお持ちください。あなたは神様なんです。そのような弱腰な態度では下々の者に示しがつきませんよ。でもさ、いきなり神様なんて言われたってどう振る舞ったらいいやら。絶対的存在として堂々と振る舞えばよいのです。さあ神様、今一度ビシッとお決めくださいませ。苦しゅうない。表を上げい。
ところでさ、リリエル、天使は全部で7人いるって言ってんわ。1人足りねんだけど。ああ、そうでしたわ。ネルエル先輩がいませんでした。あの方はめったに部屋から出ませんの。それってまさか引きこもりってやつ？はい。はいって、そんな天使もいるんだ。ずいぶんイメージと違うな。メイドみたいな天使が4人、執事みたいな天使が2人、それに引きこもりの天使が1人。俺はといえば、神様だなんて言われても見てくれはただの高校生のままだし、ここが天界だなんて言われても悪い冗談としか思えない。まったくどうなってやがんだ。つうか、一体俺に何をしろって言うんだよ。いや、違う。何かをやらされるんだ。ろくでもない何かを。この予感は当たりそうな気がする。くじ運皆無の俺ですら絶対に当たりそうな気がしてならない。油断なさらぬよ。何よりだな。神様、これからお仕事をしていただきます。この天界には四六時中、神様に救いを求める声が届けられます。切実な願い、取るに足らない願い、横島な願い、ありとあらゆる世界からありとあらゆる願いが天界に届くのです。そしてその願いは、この運命革命回路と呼ばれる装置に蓄積されていきます。神様、あなたのお仕事はそれらの願いに救いの手を差し伸べることですわ。ちょっと待ってくれよ。それってものすげえ量なんじゃねえの？ご安心くださいませ。
全ての願いを叶える必要はございませんわ。ナユタの数を超える願いに神様お一人でご対応なさるのは無理な話です。そこでこの運命革命回路の出番となります。運命革命回路の選択機能を使えば神様のレベルに合わせた願いを探し出すことができるのです。その中からどの願い事を叶えるかを選ぶのは私たち天使の役目。今回は記念すべき第1回目ということで、専属天使たる私が願いを選んでおきましたわ。へえ、そんな風に願い事を選ぶのか。くじ運最悪の俺の願いなんてのは永久に選ばれねえんだろうな。願いを選ぶ前に一つ重要な注意事項があります。それはひとたび選ばれた願い事は何が何でも必ず叶えなければならないというルールです。もしも願いを叶えられなかったら？説明書によれば食べられるそうです。だから誰に食われるんだよ。めちゃくちゃ気になるじゃねえか。ったく、神様ってそんなリスクを背負わなくちゃいけないのか。ただの罰ゲームじゃねえか。まあ食べられるというのは説明書を書いた開発者の小粋な冗談でしょ。神様が食べられるなんてありえませんもの。だよな。趣味の悪い冗談だぜ。では神様、運命革命回路の中に入ってみましょう。え、この中に入るの？はい。ところで神様、一応形式として確認させていただきますが、神様のご経験は終わりですか？こう見えても実は黒帯です。さすが神様、余裕が終わりですね。ならば余計なツッコミとチュートリアルは割愛いたしましょう。くっ、渾身のギャグを軽くスルーされた。ではいきなり本番と参りましょうか。もろもろの準備を整えてくださいませ。私はここでお待ちしておりますわ。チックチク。お願いします。それでは神様、お手を。お手って、なんつうか、犬みたいだな。
照れ隠しはご無用ですわ、神様。私はあなたの専属の天使です。どうか遠慮なきように。わかった。それじゃあ。レッスン1、インテルメディオの開放弦。ここが運命革命回路の中か。普通に息もできるし、意外とまともだな。運命革命回路、その実態は現実の一部を切り取ってコピーした世界です。現実の一部をコピー？はい、神様は願い主の願いを叶えるにあたって現実世界に直接手出しできないのです。なんで直接手出ししちゃダメなんだ？理由はいろいろとあるのですが、神様が願いを叶えてくれると知れば、人々は努力を怠るというのが一番です。確かに。ただでさえ合格祈願だの恋愛成就だの何かっつうと神頼みしてるからな。神様が実在するなんて知った日にはろくに努力もせずに拝むだけのやつが増えるだけだろうな。いや、それどころか、なんで俺の願いは叶えてくれないんだとか難癖つけ出すモンスターどもが登場しそうだ。そこでコピー世界の出番というわけです。コピー世界とは、願い主の願いに関わる重要な部分だけを切り出した世界の故障。そしてコピー世界とオリジナル世界と呼ばれる現実の世界の運命とはとても強い絆で結ばれているのです。ん？それはどういうことを意味してるんだ？はい、コピー世界の運命を変えればオリジナル世界の運命も変わるということを意味しています。神様がコピー世界の運命を直接的に変えることで、オリジナル世界の運命を間接的に変える。それが運命革命回路の仕組みなのです。そいつはすげえ仕組みだな。コピー世界で願い主の願いを叶えてやれば、現実でも願いが叶うってわけか。その通りです。さて、説明書通りならそろそろ当の願い主の情報も届くはず。ねえねえお母さん、もっとお話聞かせて。もううんざりだわ。いい加減、あの王子のとっぽい面も見飽きたのよね。ああ、恋をしたいわ。もっと刹那的でもっと燃え上がるような恋を、私の胸を焦がし尽くしてほしいのよ。なーんて願ってみたところで、所詮私は絵本の登場人物。たとえ神様だって私の願いを叶えることなんてできやしないんだわ。あ、いけない。そろそろ物語の幕が開く頃だわ。また今回も王子と出会って、そしてハッピーエンドを迎えるのか。これって一種の悪夢よね。なんだったんだ今のは。頭の中に映像が飛び込んできたみたいな。今のは運命革命回路が見せてくれた
オリジナルの世界の様子ですわ。じゃあ、あの、はあ、恋をしたいわとかほざいてた女が今回の願いの主なのか？まずいですわね。もともと彼女は自分の運命を変えたいという強い願望を抱いていました。そこに神様が関与されたことで早くも運命が変化しつつあるようです。ん？どういうことだ？俺は何をすればいい？難しく考える必要はありません。この回路内で神様が戦うこと、それが即運命の革命となるのですから。俺が戦うだけで運命の革命になる？意味不明なんだけど。おいおいご説明いたしますわ。まずは回路内を探索して次の階層を目指してください。参ります。
なあリリエル、こうやって戦っているだけで本当に運命が変わるのか？もちろんですわ。回路内に現れる異形たちは運命が変わることに抵抗する医師たちです。これら抵抗する医師たちを排除することで、運命は願い主が願う方向に進んでいきます。ですから神様が異形たちと戦うことは、願い主の運命にダイレクトに影響を与えることになるのです。そんなに簡単に運命が変わっていいものなのか？実際にどのように運命が変わっていくか、ちょうどいい例が見られそうですわよ。ほら、あちらをご覧ください。シンデレラ、ここに埃が残ってるよ。何度言わせればわかるんだい。さっさとやり直しな。ごめんなさい、お母様。すぐに掃除し直します。シンデレラ、いつまで同じ場所を掃除してるつもり？本当に救いようのないグズね。食事はまだなの？こっちはお腹がペコペコなのよ。ごめんなさい、お姉様。掃除が終わるまで待ってください。急いで支度をしますから。シンデレラ、洗濯もまだ終わってないじゃないの。どこまでも手際の悪い娘よね。そばにいるだけでイライラするわ。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。なんだありゃ、あの妙な影みたいなのは。説明書によりますと、あれがコピー世界における登場人物たちの姿のようですわね。オリジナル世界の情報は非常に膨大なので、コピーした時点で必要最低限の情報のみに簡略化されるのです。同じシンデレラでも、オリジナル世界の姿と記号化されたコピー世界の姿とでは趣が違うのはそのせいですわ。確かにコピー世界の方は最低限の情報でいいかもしんないけどよ、ちょっと割り切りすぎじゃね？つうかさっきから気になってたんだけど、シンデレラってあのシンデレラか？毒リンゴの？毒リンゴは白雪姫ですわ、神様。ああ、そっか。でも、マジで本物なんだな。俺の仕事って、地球の人たちの願いを叶えることじゃないのかよ。いえ、神様のお仕事の範囲は神羅万象。宇宙人からおとぎ話のヒロインの願い事まで多岐にわたり叶えることなのです。宇宙人って嘘だろ。それだけ広範囲な仕事をこなせるのも運命革命回路があればこそですわ。改めてとんでもねえシステムだな。誰でも知ってるおとぎ話のヒロインの運命まで変えようってんだからよ。おっしゃる通りですわ。だからこそ神様にしか許されないのです。俺なんかが運命を変えていいのか？いくら神様だからってそんなことしたら、シンデレラの物語が全然違う話になっちまうんじゃ。そしたら、シ
シンデレラはシンデレラじゃなくなっちまうんじゃねえのか。そうかもしれません。しかし神様はすでに運命を変えつつあります。どうかご自身の目でお確かめください。私だけこんな目に遭わなきゃなんないのよ。いつも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 ネチネチグチグチネチネチグチグチ。私が反抗しないのをいいことに、どいつもこいつも調子こきやがって。シンデレラ、棒切れみたいに突っ立って何をしてんだい。どうせのろまなお前のことだ。掃除もまだ終わってないんだろ。うるさい。なんだって？聞こえないよこの間抜け。まともに喋ることもできなくなっちまったのかい。うるさい、黙れこの欲ボケババア。いい加減にして、もうやってらんないわよ。いくらそういう設定だからって、どうしていつもいつもおとなしくいじめ続けられなきゃなんないのよ。自分の部屋の掃除くらい自分でしなさいよ。自分の紅茶ぐらい自分で入れなさいよ。私は家政婦じゃないのよ。私はシンデレラなの。世界一有名なお姫様なの。おだまり！言いたいことはそれだけかい、シンデレラ。まだまだしつけが足りないようだね。いつまで経っても聞き分けのないお前には罰を与えなくてはね。3日間ご飯抜きだよ。まあお母様ったらお優しいのね。こんなグズに情けをかけてあげるなんて。私なら1週間はご飯抜きにしちゃうわ。それにしても逆ギレした挙句ワンパンでノックアウトだなんて、惨めなシンデレラね。今のは何がどうなったんだ。神様が行動を起こし、運命は確かに動いた。しかし、シンデレラの願いを叶えるにはまだ至っていないということですわ。俺がシンデレラの運命を、物語の運命を動かしたっていうのか。シンデレラの願いを叶えるには物語の運命を変える必要がある。けど物語の運命を変えてしまえば、世界中で愛されているシンデレラ物語をぶち壊してしまうことに。どっちに転んでも誰かが不幸になる。俺にどうしろってんだよ。神様がお悩みになられるお気持ちはよくわかります。ですが、神様のお仕事が願い主の願いを叶えることである以上、優先すべき道は。じゃあ俺にシンデレラ物語をぶち壊せって言うのか。最初なので神様に馴染みがある願いの方が分かりやすいと思って選んだのですが、
選んだ願いが悪かったようです。申し訳ありません、神様。私の責任です。いや、誰の責任かなんてどうでもいいんだ。それよりもシンデレラとシンデレラ物語両方を救うにはどうしたら。シンデレラ、どうしたんだい？セリフ回しが台本と全然違うじゃないか。あら、王子、私のアドリブは気に入らなかったかしら？気に入るも何も、あれはまずいよ。この物語の読者は小さい子供やその親御さんなんだよ。それがあんなセリフを、あんなことを言うシンデレラ、誰も望んでいないと思うんだ。誰も望んでいないか。王子、あなたもあんなシンデレラは嫌だということね。それはどういう意味だい？そのままの意味よ。僕はその、ねえ王子、みんなはなぜシンデレラ物語に惹かれるのかしら。ねえ王子、みんなはシンデレラ物語に何を求めているのかしら。
王子、シンデレラ物語の魅力をいくつか挙げてみてくれないかしら。そんなことお安いご用さ。まずシンデレラはとても美しい。他には？シンデレラはけなげで家庭的だ。ママ母たちのいじめにもじっと耐えて文句一つ言わない。他には？そんなシンデレラが魔法使いの力を借りて華やかに着飾り、舞踏会で王子に見初められて幸せに結ばれるんだよ。こんなハッピーエンドな物語にみんなが魅力を感じないわけがないじゃないか。だってこれは君が幸せをつかみ取る物語なのだから。つかみ取る？私が？違うわ王子、私は何もしない。手を伸ばしてもいないのよ。餌が落ちてくるのをただ口を開けて待っているだけ。なぜならね王子、シンデレラ物語は裏を返せばあなたの花嫁探し物語だからよ。何を言ってるんだ。主役は君じゃないか。これは君の物語だよ。ねえ王子、一度でいいからあなたに聞いてみたかったことがあるの。なんだい？もしも舞踏会ではない別の場所、そうね、例えば私が食材をよく買いに行かされる雑多な市場で、あなたが魔法のかかっていないシンデレラに小汚い格好の私に出会っていたとしたら、それでもあなたは私を一目で見初めたかしら。今のは？コピー世界の運命が変わりつつある影響で、オリジナル世界のシンデレラの運命にもさらなる変化が出てきたようです。オリジナル世界のシンデレラはシンデレラ物語そのものに疑問を感じているみたいだったな。彼女はシンデレラ物語の束縛から逃れることを長年望んできたようです。神様が運命を変えられたのは事実ですが、これはもともと彼女が抱えていた問題なので決して神様のせいでは。いや、俺が本当に神様なんだったらそうやって逃げるわけにはいかないだろう。俺は今までシンデレラは王子様と結ばれて幸せになりましたとさって結末に何の疑問も感じてこなかったけど、みんなが勝手にそう思っているだけで本人が幸せじゃないんだとしたら辛いだろうな。神様。また異形どもか。ったく、こいつら次から次へと相手出てきやがるな。異形とは運命が変わることに抵抗する医師たちが具現化したものです。そして神様はシンデレラ物語の運命を変えようとしている、いわば宿敵。神様が運命革命回路内にいらっしゃる限り彼らの攻撃が止むことはないでしょう。シンデレラの願いを叶えようとする俺はシンデレラ物語にとって邪魔者以外の何者でもないってことか。神様なのに嫌われ者ってどうなのよ。ご心配なく、私はいつでも神様の味方ですわよ。異形ども、
片付けるぞ。はい、神様、仰せのままに。神様、あそこにシンデレラとママ母たちがいますわよ。どうにも妙な感じだよな。こんなに都合よく見たい場面に出くわすなんて。この世界のダイジェスト、意図的に誰かに見せられてるみたいだ。運命革命回路は願い主の願望に関わりが強い部分のみを切り取り、再構成、再生しています。神様がおっしゃる通り、まさしく重要事項のみをダイジェストで体感することができるのです。どういう仕掛けなのかさっぱり皆目わかんねえけど、すげえ機械を作ったやつがいるもんだな。ええ、正確にはいたですけれど。死んだのか？はい、先輩方からは運命革命回路を完成させるためにその身を犠牲にしたと聞いています。そっか、よっぽど大事な目的があったんだろうな。ええ、ですが神様、しんみりしている場合ではなさそうですわよ。また運命が動き始めた様子です。見て見て、お母様、舞踏会の招待状よ。あら、招待状が4枚もあるわ。お母様と
お姉様と私と。あらら、あと一枚は誰のものかしら。おやおや、残念だね。せっかく招待状が4枚あるのに、シンデレラには舞踏会に着ていくドレスがないもの。お母様、招待状はシンデレラにくれてやりましょうよ。きっと一生の記念になるわ。どうせいけないけどね。お前は本当に優しい娘だね。爪の赤を煎じてシンデレラに飲ませてやりたいくらいだよ。シンデレラ、お前の分の招待状だよ。額縁にでも入れて飾っておきな。さあお姉様、舞踏会の準備をしましょう。一点勝負の万馬券を狙うのよ。王子様の嫁になって贅沢三昧、想像しただけでもよだれものね。そう、まさに究極の玉の輿よ。夢が広がりんぐ。はじめまして、シンデレラや。わしは魔法使いのババアじゃよ。知ってるわ。私に魔法をかけてドレスアップしてくれるのでしょ。ひょひょ、さすがさかしいシンデレラじゃわい。何もかもお見通しということかの。ねえ魔法使いのババア、こりゃシンデレラ、わしのことをババアと呼んでよいのはわしだけじゃぞ。そこんとこ勘違いせんようにな。ちっ、めんどくせえの。ねえ魔法使いのおばあさん、あなたに聞きたいことがあるわ。なんじゃなシンデレラや。どうして私を魔法で助けてくれるの。これはいなことを聞くのじゃな。お主はけなげで忍耐強い。そんなお主にちょっとしたプレゼントがあったとしても罰は当たらんじゃろ。ほれ、舞踏会に行かせてやるぞい。けなげで忍耐強い娘なんてどこにでもいるわ。舞踏会で王子のハートを射止めたい娘なんてそれこそ国中にわんさかいるのよ。ねえ魔法使いのおばあさん、なぜ私なのかと聞いてるのよ。ひょひょ、お主が本当に欲するものはその問いに見合う答えなのかよ。どういう意味。ひょひょひょ、舞踏会に行き確かめるとよい。さあ魔法をかけてやるぞい。レインボーラブラブパワーメイクアップ。おっと、靴がないようじゃな。ではこのガラスの靴を貸してやるとするかの。
こいつはわしのとっておきじゃ。お主に似合うはずじゃよ。すごいわね。何度見てもあなたの魔法は鮮やかだわ。油断するとすぐに夢見心地になってしまうもの。本当に。ひょひょ、甘い夢を見るのは若い者の特権じゃって、大いに浸るがよいぞ。じゃがこれだけは忘れないでおくれ。魔法は深夜12時で溶けてしまうからね。気をつけるんだよ、シンデレラや。ずいぶんイメージと違う魔法使いのばあさんだったな。ラブラブパウアーってなんだよ。運命が変化しようとしているのです。そこかしこに異常が生まれるのは必然かと。俺がシンデレラの願いを叶えるってことは、やっぱりシンデレラ物語の崩壊につながるってことなのか。革命に崩壊はつきもの。新たなものが生まれるとき、古いものは壊れる運命なのです。それは人間の歴史が雄弁に物語っています。神様も授業で習われたのではありませんか。そうかもしれない、そうかもしれないけど、俺は神様、お優しいのですね。優柔不断なだけさ。誰も不幸にならないように頭を悩ませるのは優柔不断ではないと思います。そっか、そう言ってくれると少しは気が楽になるよ。
やるじゃねえか。かわいい子ね。呪いはいかがかな。Hehehehe